皆さんこんにちは、マッキーです。今日はですね、丸の内線の西新宿駅にやってまいりました。この西新宿ですね、何があるかと言いますと、鉄道模型の HO ゲージを走らせられるおしゃれなカフェがあるということで、今回はそのご紹介をさせていただきます。柏木カフェというとですね、もう多くの鉄道模型ファン、そして HO ゲージを愛している方はですね、もうよく聞いた名前かと思いますが、その柏木カフェさんがあるのがこちらの西新宿になります。ね、こうやって、出口からですね、こうぐわーっとこう空を眺めるとですね、まあ、空じゃなくてこうですね、もう新宿の高層ビルがダッと見えます。この高層ビルをですね、見上げる人はこう田舎者だという方もいらっしゃいますけども、私はですね、東京もう10年ぐらい住んでますけど、未だに見てしまいます。はい、まあ、そんなですね、ちょっと田舎者メンタリティが抜けない私ではありますが、このようにですね、大向街道をですね、こう下っていきますと、この鳴子天神というこの、ね、交差点が出てまいります。この交差点をですね、右に曲がっていただきますと、ちょっと下ですね、路地に入っていきます。そしてこの路地をずっとまっすぐ行きますと、ちょっとこう左の方にですね、黄色い看板らしきものが見えてきます。お、なんか何かあそこにはあるということで行ってみますと、今度はなんか白いなんか駅名表みたいなものが出てきましたね。はい、もうここは皆さんご存知だと思いますが、柏木カフェさんになります。はい、この柏木カフェさんですね、まあちょっと鉄道、もういかにも鉄道が何かありそうな雰囲気がありますけども、まあ本当におしゃれなカフェで、日中の平日などはもうビジネスパーソンの方がですね、ランチをしたりとか、あとは、お茶をしに来たりとか、まあそういったところでですね、まあ、いわゆる本当にカフェとして運営されています。柏木カフェさんのこのレイアウトはシンプルなオーバルのコースになっています。はい、このようにですね、お店のちょっとこう全体像とね、一緒に撮ってみると、これ非常におしゃれですよね。この中で車両を走らせられるということで、まあ、本当にテンションが上がってですね、私も本当毎回楽しみにしながら、走らせに行っています。でこの柏木カフェさんですがですね、このレイアウトの、もですね、非常に工夫されてまして、ストラクチャーもこのように駅舎ホームなんかもですね、とても充実しています、ね、例えばですね、このようにどこかで見たことあるようなペンギンもいれば、はい、こちらはですね、そばきしめんですね。はい、もういかにも名古屋っぽい雰囲気がしてですね、東京だけど名古屋の雰囲気が味わえるということで、このように新幹線が走っているとよりその雰囲気が伝わってきますですね。そしてこのホームからのレベル、この新幹線の通過しているシーンなんかもすごく迫力がありますよね。はい、こちらは HO で滝の通過シーン、なんかこう本当にですね、なんか滝が通過しているのかな、そんな雰囲気がですね、こう伝わってくるような、まあホームのこのストラクチャーで、ここですね、非常に撮影ポイントになります。でこのようにですね、なんちゃら映えみたいなこともですね、できるのもこのレイアウトの特徴かなと思います。そしてこう手前もですね、このポイントなんかがこう非常に、たくさんあってですね、こうとても賑やかな雰囲気になっているというのも大きな特徴です。あとですね、あのお店のレジに近い方のカーブ、ここもね、撮影ポイントになってかっこいいんです。見てください、こう少しですね、レイアウトが高いところにありますので、ちょっとこう見上げるような形で撮ることもできます。そして期間限定ですけども、こういったトンネルなんかもですね、これはクリスマスの時ですけども設置されたりとかします。はい、でこのように欧州型の鉄道模型もバッチリ映えますね。はい、レールジェットかっこいいな。そしてこちらは E233 系、いやこのカーブを曲がってくるところのですね、迫力、これもたまらないですよね。そして DD51 と滝、これ貨物のですね、まあ、走行なんかにもこのカーブはとてもマッチしているかなというふうに感じています。こちらは新幹線の E5 系と0系の長編成の、通過シーンです。このカーブ曲がる様かっこいいですよね。今 E5 系が行きまして、そして0系が曲がってきます。このカントがですね、また微妙に入っているので、こう車両がちょっとクッとね、車両が傾いてかっこいいなと思います。そして
今度あのホームとはですね、反対側のストレートですね、まあ、ストレートといつも少しですね、こう緩いカーブが入ってますので、ご覧の通りこの長編成の車両とかですね、こうとてもかっこよくこう走っていくんですね。こうまっすぐなところと、そしてちょっと曲がっているところ、ここがとてもバランスが良くておすすめです。そしてこちら出ました、欧州型鉄道模型のベストバン、こちらもですね、もうこういったアーコースにはぴったりですね、はい、レールジェットもバッチリ生えています。そして長編成の貨物列車と旅客のこの利口、こういったものですね、非常にやはりマッチしてますね。そしてこれ大事なポイントなんですが、こちらカフェですので飲みながら車両を運転することもできます。もちろん食べながらもです、はい。そしてこれがこの直線をですね、来まして、このカーブ曲がっていく様ですね、このシーンなんかもいいですね。そしてカーブからストレートに入っていくシーン、こう緩いカーブが入っているのでより映えているなというふうに思います。そしてレジから遠い側のカーブ、こちらが若干こうトンネルっぽくなっているんですけども、このトンネルっぽくなっているところがですね、また室内灯が映えたりして、これも非常に面白い撮影ポイントですね。そしてこのカーブから出てくる様もですね、非常に迫力があって、私としても結構撮影したくなるようなポイントだなというふうに思います。この通りですね、まあ、オーバルのシンプルなレイアウトなんですが、見どころがたくさん用意されているのがこの柏木カフェさんのレイアウトの特徴かなと思います。まあ、実際ですね、何度も足を運んで走り出している方もいらっしゃると思いますがですね、ぜひ今一度この魅力を知っていただければ幸いです。それではここからは走行シーンをお楽しみいただければと思います。いかがでしたでしょうか。西新宿にある柏木カフェのレンタルレイアウトの様子をお届けしました。まあ、こんなおしゃれなカフェでですね、まあ、鉄道模型を走らせられるというのはおそらく日本全国探しても、まあ、そうそうないんじゃないかなと思います。まあ、本当は新宿のですね、まあ、高層ビル街の中でこんなお店があったのかということで、もう穴場的なお店でもあると思いますし、まあ、鉄道模型を走らせない時でもですね、まあ、楽しみに行けるんじゃないかなというふうに個人的には思います。はい、で柏木カフェさんのですね、レンタルレイアウトはフラッと行ってもですね、使えるケースがあるんですが、やはりですね、事前に予約することをお勧めします。概要欄にですね、ホームページの URL を、添付しておきますので、そちらからですね、アクセスして、お電話で、ご予約取ることをお勧めいたします。はい、素晴らしいレイアウトですね、ぜひ皆さん一度足を運んでみていただければと思います。それでは今回はこれまでです。コメント、いいね、そしてよろしければチャンネル登録お願いいたします。それではまた。